と15分ぐらいなんですけど、すいません。そう、ありがとうございます、ハート。今さくらさん配信してるじゃないですか。みゆ知らなくて、変なタイミングで始めちゃったと思って、ごめんなさい。でも設定しちゃったから、ちょっと今見てやばいと思って、変なタイミングで配信の設定しちゃったと思って、知らなくて。めっちゃ悲しいんですけど。うつみーたん、ありがとうございます。ハートも星もたくさんありがとうございます。おはよう、おはよう、おはよう。今日はめっちゃ黒っ。ありがとうございます、ギフト。お疲れ様ですね。27と29、これ、お、ありがとうございます、嬉しい。27と29、あ、正解めこいんじゃないか、違った。ギフトありがとうございます、たくさん。マロンくん、マロンくん誰、プリンじゃないかな。ギフトありがとうございます。お疲れ様、お疲れ様。リツミートありがとう、こんばんは。トミー顔焼けた。ゼロサイズじゃ出てこないです。ギフトありがとうございます。お、花火のギフトありがとうございます。ドラゴンズね、らしいね。今日はめっちゃ汗をかきました。こんばんは、こんばんは。つみーたんありがとうございます。家から歩いてる時だけども汗かいて、やばかった。みーたん大好き、ありがとうございます。今日も暑かった、暑かった。こんばんは、こんばんは。あ、そっか、明日制服の目公演なんですよ。星のギフトありがとうございます、ありがとう。お腹すいた。星ありがとうございます。ハートも、待って、本当に焼けた。今日とか日が差したんですけど、意味なかったかな。つみーたありがとうございます、見てね。ハートもありがとうございます。持ってくれる、確かに。もう日焼けでも、なんだっけ、なんだっけ、顔に塗るやつ、日焼け止め、日焼け止めで、ね、もう塗ればいいかなって。そう、髪型、今日はレッスンに行ったんですけど、だからちょっと汗かくなと思って。24日、明日だよね。ハートもありがとうございます、星も。アンドイブンのデビューのように、ありがとうございます、ありがとう、本当に楽しみにしておきますね、ありがとう。そう、結構日焼けしましたね。デビューキャンティー、マジですか。今日はめっちゃ低めのポニーテールで、あとちょっと前髪切ったんだけど。こんばんは、こんばんは。明日は朝配信しますかね。明日はモニカン、モニカンか、モニミっていうけど、結構
モニカンですか。嬉しい。モニカンどんな風になってるんだろう。初めてじゃない、見たこともなくてそう今日レッスンで行ったんですね。また前が、そうあのね、ちょっとレッスン前に家で切ってから行ったんで、ちょっと時間がなくてあんまりちゃんと切れなかったので、また家帰ったらやります。こんばんは。ありがとうございます、たくさんギフト。今日はちかこさんに会ったんですよ。ギフトありがとうございます。なんかそのアンダーのことも言ったし、なんだっけ、あの納涼の納涼グッズ、あのチマチョゴリのやつとか、うちわの話とか俺言って話せたんですよ。めっちゃ嬉しかった。ハートのギフトありがとうございます。アンダーレビューありがとうございます。ありがとう。金曜ロードショーって今日トトロなんですか。トトロ久しぶりに聞く。こんばんは、ありがとうございます。なんかあの妹がスマホのパスワードを忘れて、あの普通に開け、なんかいつも指紋認証だったらしくて、それで忘れちゃって、そうもうスマホが開けなくなっちゃったらしくて、そうでそれでなんかみゆの iPad の暗証番号と妹の、スマホの暗証番号がめっちゃ似てたらしくて、ごっちゃになっちゃったらしくて開けないらしいんですよ。やばくないですか。トトロが出て、トトロっていいよね、可愛いし面白いし、めいちゃんが好きです。みーちゃんのアンダーレビュー、そうめっちゃね、あのね喜んでくださって嬉しかった。本当にめっちゃ嬉しかった。ダミナの少年の少年って、嬉しい、ありがとう。アンダーレビュー、あのビームしてますよ。ビームはあのなんだっけ、チームイコエン、そうあのね、今日会った時に話したんですよ。そしたらね、ホーピー全然出してきて嬉しかったですね。トトロは2年おきにいる。あ、そうなんだ。そうなんだ。ヤギ出てくるっけ、トトロ。オアシスのどんぐり共和国にフラッと入るぐらいに。何ですか、オアシスのどんぐり共和国って。初めて聞いた。こんばんは。メイちゃんって可愛いよね。暗証番号、ばいよね、さすがに。姉ちゃんともろこしになって、あ、かわいい、あ、それがヤギか。もう、ちょっと内容は忘れちゃったんですけど。ミータ大好き、ありがとうございます。来年、あ、来週はラピュタ。そうなんだ、ラピュタなんだ。ミータ大好き、ありがとうございます。ラピュタ。なんか、リコーダーでラピュタのやつを、学校の、夏休みかなんかでの宿題でありました。ジブリグッズが売ってるところで、あそこか、あそこどんぐり共和国って言うんだ。わかるわかる、行ったことあります。あそこで寝駅にもないっけ、姉ちゃんとかのたくさんのドクイマスが挟んだ。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。姉ちゃん今日もかわいい、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。みーたんコメント読んでるの嬉しいけど、もうちょっと早く、あ、ごめんなさい。ごめん、ちょっとね今日はあのハキハキ読んでないですね。ハキハキ読んでないというか、多分滑舌が今日は悪いです、ごめんなさい。そうあるよね、あそこ行ったことあります、名古屋駅の。あ、そうオアシスはドラゴンズのショップもあります。今日もかわちい、ありがとう。ギフトありがとうございます、たくさん。おつみーたんありがとうございます。明日は朝配信しようかなって。ディズニーとジブリが、あー確かに、ディズニーストアだっけ、なんだっけ、なんだっけ、台風ね。みーたん大好き、ありがとうございます。星もありがとうございます。おつみーたんありがとう。ディズニーストアやってるか、めっちゃ飛行機かバイクの音。
え、なんかめっちゃ聞こえるんですよ、おじいちゃんち。なんでか知らんけど。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。そう、高校生って忙しいですね、やっぱり。ありがとう、全然いいですけど、忙しいですね、やっぱり。朝に配信とか、え、そう、あの公園で朝配信しないと多分時間がないので、次の日は。次の日じゃない、その日に。あかんでもやる日あるかな、やる時間あるのかな、明日。おつみーたん、ありがとうございます、こんばんは。何時くらいからやって、明日は土日でしょ、土曜日だから、いつもよりはそんな遅くはやりますね。8時以降なんですか、明日は。8対2で、やば、8対2、すごい。こんばんは、新年こそ面白い、ありがとうございます、ありがとう。楽しみ、初めてなので。ハートもありがとうございます、たくさんありがとうございます、ギフト。かわいい、ありがとう。9時半にはなんか、そうなんですか、9時半。今日は結構あの足を使ったりしたので、すごい結構疲れ様、お疲れでしたね。花火のギフトありがとうございます。日本明日は仕事で見えないか、そうなんですか。あ、そっか、明日セクミ公演ね。ギフトありがとうございます、金魚。夏の宿題はあとちょっとです、あと本当にちょっとだけど、やばいですね。他の面も疲れた、え、そう、星ありがとうございます、結構ね疲れました、結構何時間もやったので。何が残ってるの、数学です。そう、数学。甲子園だけど、なんか三重の友達にも甲子園見に行っている人がいて、ギフトありがとうございます。そうだから行ってみたいなって。そう、宿題はね、ラスボスが残ってるんですよ、数学。嫌ですよ、頑張んないといけないです。おすみーたん、毎回最後まで残ること、え、そうそうそう、数学は結構毎回最後まで残るんですよ。あとは何が残るかな、かわいい、ありがとうございます。結構ラスボス、数学は本当に難しいからね。違うもの、あ、なんか嫌いなものを残しちゃうっていうより、なんか難しいから、まあ嫌いなものかな。え、そうなんだ、いいね、見に行って。見れます、え、明日はあの朝配信で予定するので見てください。数学は結構なボスですね、時間かかるから、それもちょっと焦ってる。なんかいろんなのやんないといけないと焦りがあって。さつきしとみやびちゃんでマカロソフトして、え、そうなんだ、星ありがとうございます。うん、唇がカサカサしてる。欲しいんで繰り返し、え、そうなんですか。みーたん大好き、ありがとうございます。浴衣配信は明日はさすがにできないので、待ってね、ちょっと待って、8月中には絶対するんですよ。いろいろ今予定が入ってて、仕事のスケジュールがあって、それによって変わるんですよ、日にちが。だから今日の夜あのウェルカムボードに書くので見てください。難しい、え、そう、なんか簡単なやつからやってたり、点数の高い問題からよくやってます、テストの時は。ありがとうございます、みーた大好きね。もうすぐ15分かな。そう、なんか9月って浴衣なのかなって思ったので。お、49日あ、してないです、あっかめ、了解。そう、覚えておいてください。
49日ということで壇上読みたいと、あ、待って、あの一回投票機能つけます。明日見に来るよっていう人が1番で、明後日が、あ、じゃあ 2番が明日ちょっと来れないなって思う、来れないなっていう人。めっちゃカサカサ、本当になんでだろう、カサカサ。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。なんか2番と1番がたくさんあります。2番の方が多いのかな両方投げちゃった。楽しみですね、本当に。なんかめっちゃ久しぶりなので、リップ塗ってない、今日何もしてなくて、本当にリップ塗ってないです。明日いけないね、いいですよ。あのね、見えなかったら DMM で見てくださいということで行ってみたいと思います。20位がりょうさん、ありがとうございます。19位がアトムさん、ありがとうございます。18位がカズニンさん、ありがとうございます。17位がシマッチ、ありがとうございます。16位がキーマさん、ありがとうございます。15位が D ヨシさん、ありがとうございます。14位がモモズさん、ありがとうございます。13位がオッチーさん、ありがとうございます。12位がタカシさん、ありがとうございます。11位がグサンシャインさん、ありがとうございます。10位が京都マサさん、ありがとうございます。9位がマリナーズさん、ありがとうございます。8位がチャロさん、ありがとうございます。7位がゴンさん、ありがとうございます。6位がマーさん、ありがとうございます。5位が良平さん、ありがとうございます。4位がヤッホーさん、ありがとうございます。3位がキシアンケイさん、ありがとうございます。2位がミンミンさん、ありがとうございます。1位はジャンツーさん、ありがとうございます。ありがとう。なんか前より上がってる気がする。なんか前ね、2番がねめっちゃ良かったんだよね。ありがとうございます。そう、今日はさん付けで行きました。疲れたり忙しい、いいですよ。49、まず4。うん、唇がカサカサすぎてやだ。49、なんかすごい。皆さん今日来てくれてありがとうございました。コメントとゲストもありがとうございます。明日は配信朝するし、明日は公演なので、もうたくさん寝ましょう、たくさん寝ましょう。朝早く、違う、なんかもうおかしくなってる頭が。はい、明日も楽しみです。皆さん来てくれてありがとう。バイバイ、おやすみ。ありがとうね、ありがとう、本当に。バイバーイ。